ヘビと、はしは、主に欧米で古くから親しまれている子供向けの、ボードゲーム。英語では、スネークスラダーズ、または、シューツラダーズと呼ぶ。二人以上で遊び、格子状に区切って、それぞれのマスに番号を振ったゲーム版を使う。ゲーム版には、任意の二つのマスをつなぐはしやヘビがそれぞれいくつか、描いてある。マスの数は、特に決まっておらず、 ヘビやハシゴの数や配置も決まっていない。それらはプレイ時間に影響を与える要素である。全体としてこのゲームは吸収的マルコ・フレンサの状態で表すことができる。イングランドで以前からスネークス・アンド・ラダーズとして売られていたが、ミルトン・ブラッドレイがアメリカ合衆国でイングランドの有名な室内競技を改良した審判として、 シューツラダーズとして紹介した。単純で抜きつ抜かれつの展開の面白さから幼い、子供に人気がある。しかし、完全に運任せで熟練しても上手くなることはないため、大人向けではない。ヘビと、はしごは、インド発祥のゲームで、ベークンタパーリ、または、パラマパダサパナムという道徳に基づくゲームが元になっている。イングランドの玩具メーカーである。 ジャック・オブ・ロンドンが1888年にヘビとハシゴという名前で発売し、1943年にミルトン・ブラッドレイがアメリカ合衆国に紹介することになった。このゲームは古代インドでは目者パタムという名で広く親しまれていた。そのジャイナ教版であるギャンバジは16世紀に遡る。また、ヒンドゥー教の日常生活での教えを反映した。 リーラーと呼ばれるゲームも同じである。このゲームの仕組みに触発され、1892年、ビクトリア朝のイングランドでその新たなバージョンのゲームが、考案された。考案者は、ゲーム用品会社ジャック・オブ・ロンドンのジョン・ジャックとも、言われている。目者パタムはヒンドゥー教の教えを子供たちに、教えるために考案されたと見られている。その教えとは、因果応報である。 はしごは、寛容さや、信頼や、謙虚さといったことから発する善行を表し、蛇は、欲望や、怒りや、殺人や窃盗といった悪行を表している。このゲームは、人が善行を実行することで救済を得るのに対して、悪行を実行すると、より惨めな生命形態に輪廻転生するということを、表している。はしごは、蛇よりも数が少なく、 善行を積むことが、悪の道へ落ちていく、より難しいことを表している。百番のマスに到達すると下脱が達成される。蛇と、はしごは、アーンドラプラデーシュ州では、ベイクンタパーリと呼ばれている。元々のゲームで美徳が描かれたマスとしては、真偽、信頼、寛大さ、知識、禁欲があり、悪徳が描かれたマスとしては、反抗、虚栄、俗悪、 窃盗嘘、命定、借金、激怒、貪欲、思い上がり、殺人、情欲がある。初期の、蛇とはしごの盤面の図。蛇ではなく、矢印を使っている。各プレイヤーは、出発点に、自分の駒を置き、サイコロを一個転がして出た目の数だけ駒を進める。進む順序はマスに振られた番号の通りで、牛行式に、 左下端から上端まで続いていることが多い。つまり、蛇と、はしごは、すごろくの一種である。コマが止まったマスがはしごの一方の端だった場合、コマを自動的にはしごのもう一方の端のあるマスまで進めることができる。逆にコマが止まったマスが、蛇の一方の端だった場合、コマを自動的に蛇のもう一方の端のあるマスまで戻さなければならない。 サイコロを転がして6が出た場合は連続でもう一回サイコロを振ることができるが、通常はプレイヤーが順にサイコロを振っていく。6を連続で3回出したプレイヤーは振り出しに戻され、別のプレイヤーが6を出すまで休まなければならない。最後のマスに最初に到達したプレイヤーの勝ちである。最終的に上がりのマスに、 ちょうどの目が出ないと上がりと認められないルールとする場合もある。目の数が余った場合は、その場に止まったり、余った分だけ戻ったりする。アメリカで広く親しまれたのは、ミルトン・ブラッドレーのシューツ・アインド・ラダーズである。ジュージューマスの番を使い、サイコロではなく、付属のスピナーを回す。デザインのテーマは遊び場であり、そのために、蛇ではなく、シュートとし、 はしごと組み合わせることで滑り台を構成している。マスには、道徳の勉強になるような絵が描かれている。はしごの下のマスには、子供が良いことをしている絵が描かれ、はしごを上がったところのマスにはご褒美を楽しむ子供が描かれている。シュートの上のマスには、子供が、いたずらなどをしている様子が描かれ、シュートの下には、その結果叱られたなどの結果が描かれている。 近年では様々なキャラクターを使ったバージョンがあり、ドーラと一緒に大冒険やスポンジボブなどがある。カナダではカナダゲームズカンパニーがスネークスラダーズとして販売していた。近年ではヘビの代わりにトボガンゾリと呼ばれるソリが描かれたものもあった。カナダゲームズカンパニーが廃業したためハズブロ版のシューツラダーズがカナダでも人気を集めるようになってきている。 イギリスでは、JW スピアサンズの十0マスとサイコロを使うものがよく見られる。あるマスから、それぞれのマスに移動する確率は決まっており、そのマスまで到達した履歴は確率に影響しない。そのためヘビと、ハシゴはまさに、マルコフレンサそのものである。ミルトン・ブラッドレイ版のシューツラダーズには100マス、あり、19個のシュートとハシゴがある。 出発点を一番のマスの枠外とすると、ゴールに到達するまでに平均で39.6回サイコロを振る必要がある。最小では7回サイコロを振るだけでゴールできる。ありがとうございます。